着々と航空母艦の建造を推し進めている中国。今回は物件空母航行試験開始で電磁式カタパルトテスト化を詳しく見ていきますね。艦載機も FC31 戦闘機との見解もあり、遼寧からのいきなりステップアップでどこから盗んだ技術でしょうね。2022年6月17日に進水した中国海軍3隻目の空母、国産空母としては2隻目となる福建、艦番号18は、上海にある恵南造船集団有限責任方針で偽装工事が進められているが、ここまでの作業は順調に進んでいるとされ、現在は岸壁に係留された状態でエンジンを低回転で稼働させ、機関などの動力伝達系が正常に動作するか、温度の上昇が正常か、振動はないかなどについて確認するための係留を公試しが実施されていて、このまま問題がなければ、予定通りに、今年の下半期には、船上港試しが行われ、2024年中に就役する予定とされている。その係留を公試しの様子は、中国国営放送、CCTV によって映像が公開されていて、福建の喫水船上に設けられた排煙口からは、髪型に向かって黒ずんだ煙を放出した跡が残っており、この煙の跡は、船の補助電源システムエンジンを稼働させた跡と見られている。通常動力型空母では、他の一般的な艦艇と異なり、艦上に煙突はなく、原則の喫水船上付近に、排煙口があるが、その理由は、甲板上に排煙した場合、その煙が、甲板上の視界不良を招いたりするなどして、艦載機の発着艦の邪魔になる可能性があるからで、煙突口は、船の外側や下に向けたりするなど、航空機に影響しないように配置されている。福建では、今後すべてのサブシステムについての係留を公試し実施され、それに合格すれば、速度や通信能力に、後方ナビゲーションシステムなどをテストするための海上を公試しが実施されることになる。中国海軍は、この、福建で、国産空母としては、002型空母、3道を含めて、2隻目、大型正規空母としては、001型空母、遼寧を含む3隻目で、福建で、アメリカ海軍の原子力空母と同様の完全なカトバー、カタパルト発艦、アレスティング機や着艦の空母を手にすることになるが、それには、ここまで、周到なまでの空母建造計画があった。1982年、中国海軍が空母を保有する必要性を唱えていた、海軍司令官の劉化慶海軍司令官が、團子平の指示によって、中国海軍近代化計画を打ち出した。それには、まず、1982年から2000年までは、再建機で、中国沿岸の海域に、完璧な防御体制を整えることとして、沿岸防備用の小艦艇の充実と接近してくる、敵艦隊攻撃用の地対艦ミサイルによる、防御網が構築され、2000年から2010年までの10年間は、躍進前期として、第一列島線内部の制海権の確保、つまり、近海防御を唱えた。また、2010年から2020年までの10年間では、第二列島線内部の制海権確保を目指し、第一列島線を越えて、西太平洋に、進出可能は、空母とそれを援護する艦隊を組む、イージス艦の建造にも注力して、伊豆諸島から、小笠原諸島、及び、マリアー諸島までの沿海防御に努め、そのために必要とされた航空母艦、空母の建造に注力したのであった。この、第一列島線とは、中国海軍において、重要な軍事戦略で、接近阻止、領域拒否、アンチアクセス、エリアデニアル、A2、AD に基づいて引かれた防衛ラインとして、日本の九州から、南西諸島を経て、
台湾の西側の東シナ海、そしてフィリピン以西の南シナ海全体を指していて、第二列島線は伊豆諸島から小笠原諸島、そしてマリアナ諸島へと続く隊員で、昨年は遼寧がこの海域で艦載機の発着艦訓練を実施して、自衛隊とアメリカ海軍を牽制し、今年は山道がこの海域で発着艦訓練を実施している。中国海軍における最初の空母保有計画、707皇帝は、1970年7月に立案され、この辺りで日中関係が改善したことにより、中国を訪問した日本人が、戦中の艦船資料を提供し、空母の流体試験モデルを作成するところまで進められたが、4000トン級の軽空母を建造する計画まで進められたところで中止となった。ただ、計画そのものは失敗したものの、中国が空母の構造を知る最初の一歩となった。次に立案された空母保有計画は891皇帝で、1989年1月に立案された空母計画だったが、1995年に中止された。この計画では、1985年2月に、オーストラリア海軍の軽空母、メルボルン、イギリス海軍のマジェスティック級空母の1番艦、マジェスティックを購入して、解体研究を実施し、5万トン級の蒸気カタパルト搭載空母の建造案が計画され、当時の中国空軍のジェット戦闘機艦 J7 および J8 を艦載機化する改修を加えて搭載が想定されていた。また、外国空母の輸入も検討しており、1990年代にはスペインから軽空母プリンシペデアストリアスの拡大版である2万トン級の軽空母の提案を受けた。そして、この空母保有計画は、2004年8月に立案された048皇帝において成就する。この048皇帝では、多少修正があったものの現在まで継続されていて、最終目標は、2030年までに空母5隻を配備し、最終目標としては、2049年に10隻の空母を保有してアメリカと対抗する海軍力を持ち、第二列島線内を支配することである。なお、計画は空母建造にとどまらず、艦載機開発、陸上訓練基地や空母母港の建設など多岐にわたる。中国海軍は、この048皇帝において、旧ソ連崩壊後のウクライナ海軍が保有していた1988年11月25日に進水して偽装中だったアドミラル・クズネツォフ級空母の2番艦ワリヤーグを未完成の状態で購入し、遠く中国本土から開港して修理と改修を実施し、初の正規空母遼寧を保有したのだった。そしてこの048皇帝はさらに、3段階に定義が設定されていて、第1段階では、最初の10年で、ワリヤーグを再生して、中国海軍最初の保有空母とし、その建造技術をコピーした上で、同型の国産空母を建造することとされていたほか、空母に艦載する艦上戦闘機の開発が含まれており、001型空母、遼寧と002型空母、山道が建造され、艦上戦闘機 J15 が開発された。2020年から2030年までの10年間は第2段階とされ、発艦用カタパルトを装備した中型空母を2隻建造するとされていて、この1隻目が現在偽装中の003型空母、福建である。また、4隻目、国産空母としては3隻目となる004型空母も、現在着工されているとされ、次の005空母も含めて、原子力空母となる可能性があるとして報じられている。福建は、048皇帝において、中型空母と定義されているが、推定で、基準排水量約7万2000トン、
満載排水量8万トン以上、全長約 320m、飛行甲板最大幅約 80m と見られていて、遼寧と山道を排水量で上回り、アメリカの原子力空母に迫る大型空母である。さらに、速力30ノットを発揮し、搭載可能な艦載機数は50機以上とされ、現時点において、アメリカの原子力空母に次ぐ航空戦力を保有する空母となることが予想されている。これまでの遼寧と山道の発艦方式においては、スキージャンプ台が用いられていた、ワリヤーグノストバー、ショート、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、ストーバー方式をそのまま受け継いだのであるが、これは、当時の中国には、ジェット戦闘機を射出可能なカタパルトの製造技術がなかったことが理由とされているほか、ワリヤーグの反り上がった、スキージャンプ型の艦首部分を平坦にする工程に必要となる時間と費用を惜しんだためとも言われている。復権で採用されたカトバー、カタパルト、アシスティッド、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、キャトーバー方式はカタパルトによって航空機を射出して発艦させ、飛行甲板後部に設置されたアレスティングギアに航空機のフックを引っ掛けて制動する着艦方式で、現時点では、アメリカ海軍の11隻の原子力空母と、フランス海軍の原子力空母、シャルル・ド・ゴールのみが採用している。復権のカタパルトについては、当初、西側では、第二次大戦以降の運用実績がある、蒸気式カタパルトを採用すると見ていたのであるが、中国は、電磁式カタパルトを採用したことを発表した。電磁式型カタパルトは、蒸気式と比べ、艦載機の種類に合わせて、射出速度の変更が容易で、蒸気ダクトの配管のための、スペースが必要ないなどの利点があるが、その運用には、膨大な電力が必要なため、発電力の大きい原子力空母でなければ、運用が難しいと言われている。通常動力型空母とされている復権が運用可能な電磁カタパルトを中国が開発できたかについて西側諸国が復権の完成に注目している。